許せない、キャー、ね、はい、そんなわけでね、元気なおじいです。ドコモのギガフォーライト騙された、許せない、ね、ほんとね、もう怒り頂点もバーンだよこれね、ほんと。視聴者様からね、こんなコメントをいただきましたね、カスタム N ボックスさんですね。条件設定が選べるよっていうね、ドコモの、ああこんなのあるのと思って久しぶりにドコモ取り上げたんだけど、こんなコメントいきました。1ギガで月額2718円とありますが、それは最大限の割引適用の場合です。僕も騙されました。え？おじいに限って騙されないよと思って、しっかりとダブルで2箇所で見て間違ってないよ、コシ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 つって、でおじいよく見たんだよ。でこれで、ね、従来ステップでこうやっていっちゃうのが、ここでストップをかけれるようになるよっていうね、これで、これが携帯ウォッチの記事でね、データ通信量が1ギガの場合の利用は月額2178円、3ギガは月額2728円、5ギガは月額3278円となり、使いすぎを防げる仕組みね。ただこのオプションを申し込めば この金額よりも高くならないよっていう、使いすぎを防げる仕組みだって書いたんじゃん。騙されるも何もこうやって書いたんじゃん、報道で。でこれがドコモのページで報道発表資料のとこでちゃんと書いてあるじゃん、ここに本オプションの設定で、ね、これに加えて1ギガは毎月1980円、税込みで2178円まで。これちょっと大きくしてみようか、これにより1ギガに加え3ギガステップ2および5ギガね、こうやって書いてあって、値段が本オプションの設定により1ギガは毎月1980円、だから税込み2178円まで、3ギガは毎月2480円ね、税込みで2728円まで、で5ギガは毎月2980円、税込み3278円までの利用料金に制限してご利用いただけますって、こうやって書いてあるじゃん。だ携帯ウォッチとドコモの報道資料両方を照合して間違ってねえじゃん、はどこがって思ったんだよね。名探偵おじいの事件簿シリーズ、どこが騙しってちゃんと書いてあるじゃん、1が2が3が税別税込みって、はぁと思ったんだよ。でこれか、本オプションの設定により1が毎月1908円ね、3が24%、5が毎月2908円ね、税込みまでの利用料金に制限してご利用いただけます、これか、これ下の方に定期契約のない5ギガライト、ギガライトにみんなのドコモ割、3回線異常、ドコモ光セット割、またはホーム 5G セット割、 D カードお支払い割を適用した場合の金料金となります。はあ？でこのページには何もその料金たちとか書いてないから、トップに行ってでギガライトね見て、これギガライトでしょ、ギガライトのページを見て、これギガライト3150円、税込み3465円から6150円、6765円、これがご家族3回線以上がドコモに入っている場合は
割引1000円ドコモ光セットインターネットだねこれね、入ってると割引1000円、 D カードお支払いは、ね、170円、 税込みで1100円、1187円、これを3つに2170円の消費税を割り引いた金額が1980円で税込み2178円になりましたで、こんなふざけた報道あるかバカ野郎しょってね、これ3150円が1980円、これ3つこれご家族3回線がドコモに入った上に光回線を引いていて D カードの支払いを全部やったら1980円で税込み2170円、ふざけんなことバカ野郎しょ、おじいの場合どうすんだ、ざけんなよ本当。これこういう報道でいいのか、総務省じゃろ、ざけんなよ畜生、おじいだけじゃないだろう、視聴者もこれ騙されてんだろう、おいじゃろお前って何じゃろ本当。総務省これでいいのか、その前におじいがすごく残念に思ったのは携帯ウォッチだ、あそこおじいが大好きなだけどスリーパワーレポとかなんかの同じとこでしょ、でさいつかもさ、なんだっけなどっかのなんだか不祥事をここだけ報道しなかったよね、なんだっけな、ドコモだっかソフトバンクだっかなんだっけ、なんだかの不祥、他は取り上げてるのに扱わなかったよね、で残念だっておじいなんか言ってたよね、なんか忘れちゃったけど、でこの携帯ウォッチがそこら辺をね、これ何ドコモに対する忖度、これもしかしてね、携帯ウォッチがドコモに忖度してこの記事にしてるのね、これ絶対忖度だよね、これねちょっとびっくりしちゃったわおじい、これねちょっと待って、これねちょっと待って、ゴミ箱に、ああゴミ箱消しちゃったわ、ゴミ箱のデータもう残ってないよね、ああ消しちゃった後だ、もう残ってない、これ何携帯ウォッチのこれ体質なの、それとも個人的なあれ、どこ携帯のこれだよね、松本さん、ちょっと下の名前わかんないけど、携帯ウォッチのこの記事を書いた松本さん、報道でどうしてこういう書き方するの、これどこにもだってまともな普通の定価の料金がないじゃん、なんでこれ3つのオプションを引いた最大の値段でこれ表現するの、これドームに対する忖度でしょう、これジャルを動き出すじゃろ、これこういう報道でいいの、おじい携帯ウォッチすごい大好きでさ、ここのとこの作った雑誌若い頃からずっと大好きでさ、個人的にすごい贔屓にしてたとこなんだけど、いつかの忖度の取り上げないってのもそうだけど、そんなに汚いことするの、闇なのこれが、報道でこういうことすんの、いいのこういう記事の書き方で、携帯ウォッチの松本さん、おじいは疑問に思うよ、松本さん鵜呑みにしちゃったから、
ここに書いてある記事が全てだから、これを鵜呑みにしちゃったから、ここを鵜呑みにしておじい信用して動画作っちゃったから、正式な報道屋さんがこれでいいの？参っちゃうねこれ。元気なおじいが一人だけ勘違いしたんだったらまだしも、視聴者さんから僕も騙されたっつって、どんだけドコモって騙してんだよ総務省。いい加減にこういうのをなんとかしろよ本当。元気なおじいの過去の動画見ろよ。こういう広告のやり方ね、プランの定価を出して、割引は割引をメインで前面に出させるな。割引は別のページで、これに該当する人はあの割引になりますよとか、これはいろんなね、キャリアがね、60何歳以上70何歳以上はこれを申し込めばこれが無料になるんでしょうとか、タダなんでしょうとか、そういうのがあるけど、そういうのはこっそりこっそりやってんじゃないか、いろんなものを表に出さないで、え、そうなの、知らなかったっていうようにして、こういうことは全部隠しちゃって、逆だろ普通。隠してあることを前面に出してね、これを申請すればあのこれが書き放題が落としはゼロなんだよってね、それを前面に出して、で通常のそのプランのこの値段だよ、これを出すと、これ関係ないだろう、こういう報道とか出す時にも、どう考えたっておかしいだろうこの報道の仕方。本オプションの設定により1ギガは毎月1980円、ね、まで、3ギガは24パまで、5ギガは29パまでの利用料金に制限してて、までの利用料金に制限してねえじゃねえかバカ野郎総務省。いいのかこれで総務省、こんなの許可してていいのか。でそもそもこれがドコモの報道発表資料でこうやって書いてあるから、だから携帯ウォッチはこの報道発表資料、これに基づいてこの内容を報道してるんだろう、携帯ウォッチの松本さんが書いたんでしょう。で普通は携帯ウォッチは携帯ウォッチでこうやって書いたら、あれおかしいな、これは最大限割引した内容じゃないのかってことで、本来はこれとあのこれとこれとこれを適用した場合の値段であるのは、それに該当したい方はこの値段この値段この値段でが、ね、基本であるとかって、それを補足して書くのが携帯ウォッチのニュースじゃないの。他のところの今までのニュースをちゃんと分かりやすく噛み砕いて記事にしてくれてたんじゃないの。違うの。どう考えたっておかしいじゃん。だって自分たちの言葉でこうやって書いてるわけでしょ。なんでここのとこちゃんとここの内容なんだよっていうのを書かないの。知らないわけじゃないでしょ。なんでお金もらって広告出してるスポンサーだから忖度働かせんの。これがやっぱり世の中ね、おかしいでしょう。どう考えたってこの報道は。じゃろ動けよ。おじいだけじゃなくて視聴者だって騙されてんだ。これで契約する人もいるんだ、こういう内容を見て、あれおかしいなって気がつかないで契約させられる人もいるんだよ。じゃろ動けよ。
総務省いいのか、どこも免許剥奪しろよ、こういうくだらないことやったら。おじいの過去の動画見ろよ、こういうのもやらせるなよ、ふざけた割引、平等じゃねえんだから。何これ、ご家族3回線以上で1000円割引って。でクソ高いドコモ、光を入ってればセット割って、これを前提に全員が当てはまるのか。旅行にしたって、ランチにしたって、お一人様がすごい増えてるこの時代に、いいのか総務省こんなの基準にして。だからドコモの真似するんだろう、他のところもみんな。ざけんなよ、全国民を代表して総務省にふざけんじゃねえよって言うよ。おかしいだろうこの報道の仕方は、表現の仕方。あとこれは消費者庁だ、これ消費者庁いいのか、こんな国民を騙すような報道をやらしていて。ここにカスタム N ボクさんも言ってるぞ、僕も騙されましたって書いてあるよね。総務省とジャロ、そして消費者庁見ろよ。これが元気なおじいのところに囲まれた視聴者のダイレクトな意見だ。僕も騙されましたって書いてあるんだよ。騙されたって書いてあるんだよ。騙された、騙されたって書いてあるの。消費者庁、総務省、ジャロ、これでいいのか。許せない、ね、おじいは本当にね、こういう報道でいいのか、総務省、ジャロ、そして消費者庁、疑問を持つね。なんでこういうところを直さない、直そうとしない、指摘しない、広告の、古代広告とかインチキのやつ、紛らしいやつ、なんでなくならない。見て見ぬふりしてるからだろう。報道関係もスポンサーだから忖度を働かせる、おかしいだろう。だからいつまでたっても日本はダメなんだよ本当。ざけんなよ本当。おじいもびっくりした。あ、どっちもその報道の中にこのトリック、トラップがなかったから鵜呑みにしちゃったよ。石橋をつついて渡ってるおじいが、おじいが引っかかるぐらいなんだから、よっぽど立ち悪いよこれ。騙される人いっぱいいるよこの報道で。呆れて言葉出てこないね本当ね。総務省も消費者庁もコメントしろよおじいのところに。ざけんなよ本当。もう喋る気力なくなる本当。ジャロね、何のために存在してるジャロね、こういうとこ指摘しろよ本当ね。で消費者庁はこういうのに騙されてね、国民が被害が出ないように動くところなんだろう。動けよしっかり、ね、そうもね本当。久しぶりにね腹が立った。おじいも全く気がつかなかったから、全く気がつかない、このカスタムエノボクさんのコメントがなかったらずっとおじいは気がつかなかったよ本当。こりゃ参った本当。おじいも騙された、一杯食わされた、携帯ウォッチとドコモの報道ページにやられたよ、鵜呑みにしちゃったよ、ね、これはひどい。どう考えたって、どう考えたって、1ギガの場合は2178円で使いすぎを防げる仕組みって、
かり書いてあるもんな。本当ドコモの東道だって1ギガは1キュッパー、3ギガは2キュッパー、5ギガは2キュッパーまでの、こうまでの利用料金ってこれ違法性ないの？ね、消費者庁、総務省、これ違法性はないの？違法性。これ言い切ってるよ。1980円まで3ギガは2キュッパーね、5ギガは2キュッパーまでの利用料金に制限してご利用いただけますって言い切ってるよ。このまでの利用料金、これまでの利用料金に制限してご利用いただけますって書いてあるじゃん。でこの米さんとか米を許すからこれを許すから、こういうのを許すなよ。ちゃんとこのページに全部記載させろよ。この表現をさせるなよ。これは第一おかしいだろう。この本オプションの設定によりね、この本オプションの設定によりね、1ギガの場合は3465円、3ギガの場合は4565円、5ギガの場合は5665円、ね、これを超えないように設定することができます。それで米印を使いたいなら米印ね、3つの割引が適用されている方はこの値段よりも安くなる場合がありますって、そっちだろう。米印書くのは逆だろう。これどう考えたって全員が対象になるのはここの値段だろう。ふざけんなよ。本当どう考えたっておかしいだろう。これどんなアホなおじいが見たっておかしいと思うよ。子供だってわかるよおかしいって。何やってんの総務省消費者庁じゃろう。これがね、日本のキャリアなんだよ。汚ねえ世の中なんだよ、本当。これについておじいは昔からおかしいって言ってんだよ。若い頃から散々騙されて。で、米でちっちゃく書いて、知らないとか。だから解約書、違約金の話、知らない。説明しました。いや、聞いてないとか。で、ここに、規約のここに書いてありますよ。そんなもの見てない、同意じゃ、お客様、全部レテン方式で、お客様同意してます。これが証拠だ。裁判やったら勝つんだぞ。お前は負けるんだ。こういうのを許してるから、おかしいんだろう。ここで、総務省と消費者庁が厳しく動かないと、世の中は変わらない。総務省は1億4000万だか何千万だか、くだらないスマホ乗り換え相談じゃ、こんなバカなことを提案する場合じゃねえんだ。国民の血税をくだらないものに使うな。コロナに回せ、本当。くだらない税金使うじゃねえ、バカ野郎。本当許せない。国民を代表して、ストレートにものを言ってやる。ふざけんな、本当。本当ね、おじいと同じを思った人も、いや、うちは騙されないよとか、いいじゃん、別にと思う人、いや、もう好きな意見いっぱい書いて、本当。民意をどうぞコメントにいっぱい書いて、ね。で、総務省とか消費者庁におじい電話するから、JAL にも電話するから、元気なおじいだけど、ここのコメント欄見ろよ、つって。ふざけんなよ、つって。連絡するよ。本当に許せないこんなのね。本当に許せない。まあ携帯持ちは仕事だから、まあ三歩下がってね、報道資料に書いてあること以外は書かないっていう方針だったらね、紙書く必要もないだろうし、まあそれはビジネスでおいての忖度があるだろうから。でも大元のドコモが汚い報道だ、これは。そのページにないんだから。
汚い。これはね、本当そう思うよ。あ、気分が悪い。本当もう23時10何分だ、もう11分だよ。気分が悪い本当ね。カッカカッカして眠れないよ本当。悔しくてね。あー、もうやるせないね。はい、以上ですね。まあ、見ている方も本当あの気分のいい悪い思いした方もいるかもしれないけれども、こんなもんばっかだから本当に。わわわわわのとこもそうだし、一休さんみたいななんかバカみたいなやったとこもそうだし、ざけんなよってことばっかなんだよ本当ね。だから信用できないんだよね。だからそれだけに楽天に頑張ってもらいたいんだよ。なのにかけ方が安くない、思ったより安くない。時間制限なしのかけ方だったらよかったのに。で、あの5分超え、5分だっけ10分だっけ超えたらね、あの20円、30秒20円、安くない。楽天、自分のとこでやってる楽天電話使った場合10円だろ。なんでここで差が出るんだよ、おかしいだろ本当。楽天頑張れよ、本当そう思うね。本当ね、結局最終的には楽天もそうなっちゃうんだろうって意見があったけど、結局そうなってくるんだろう、横並びの金額にして。今回はいいターゲットになってるのは iPhone だよね。 iPhone は強制的に標準のやつでね、あれになっちゃったからね。今回の有料に入った方がいいよって iPhone ターゲットだよね結局ね。だから日本はiPhone 信者ばっかだからね、そうなったんだよね結局。楽天とアップルが手を組むとろくなことはないって誰か言ってたけど、本当その通りになってきたね。はい、そんだけでね、終わりたいと思います、ね。そうだなと思った方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押しておいてください。おじいでした。もうやらせない。